ぐ4月に入りました。もうごめんなさい、4月に入りまして、1月入りました。まだそれもうかれこれずっといろんな動画を一緒に撮ってきて付き合いも長いということで、検証的なやつをやりたいんですけども、言っていいんですけども、はい、意気投合、意気投合、意気投合、2人の愛を確かめたいってこと。そうですね、2人の相性、愛を確かめたいということで、今回はあるものを用意しました。こちらにですね、7月2日発売のロシアレモンルーレットアイスだって、確率6分の1の衝撃、ここだけ激酸っぱいアイスが入ってるんですけど、それをお互いが同じタイミングで当たるまで終われません。なるほど、はい、どうする、じゃあ逆に全部食べきってさ、最後まで一緒に当たんなかったらいけるよね。解散、解散一粒だけ半端ないって。もうアイスなんでね、あの溶けちゃうタレなんで、パパッといきたいと思います。はい、これで10パック。ロシアルーレットレモンアイスいくぜ、せーの、よろしくね。半端ないって、見て、つぶつぶ、なんかつぶつぶ、なんか小分けになってるわ。ほんとだ。じゃあまず1個目、私はこれいきます。これ色とかの問題とかあるんですか。いや、色全く変わんない。せーの、乾杯。いただきます。まず1粒目、嘘でしょ、そんなレベル。酸っぱいよ、2つやん。いや、酸っぱいよ、分かんない、一発目で当たってるから普通のかどれか分かってないじゃん。ちょっともう一個食べてみよう。食べてみて、うん、一発目からそのリアクション。怖い怖い怖い、滑る滑る。2個目いただきます。うん、当たりだわ、当たり、全然当たるやん。じゃあ次の挑戦に行くまでまず食べきらないといけないよね。残したらダメでしょ。逆にさ、じゃあ達也これからやったらさ、僕が来るってことだよね。いや、これは企画上アウトだから。でも、そうそう、そんな簡単にやね、うん、普通に美味しい。どっちか、はい、え、これだよね、酸っぱいってことは。結構違う、違うでしょ。ね、最初と最後ってもう仲悪すぎ、結構酸っぱいよね。レベルが違った、レベル違うよね。とりあえず2個目はクリアならず、ちょっとテンポよくいきましょう。いただきます。うん、うまくない、乾杯。一回一回いる。うん、うまくない、とりあえずこれ基礎のインパンする。9個目、セーブ。うん、これクリアなるんじゃない、200個目にして。超これだ気がする。よし、これでいこう。え、これだわ、絶対。うん、うわぁ、ちょっと迷うところだな。こっちで運命のロシアルーレット。頑張れ。うまくない、え、クリアじゃん。わかんないよ、いいよ。おぉ、あー、うまい。酸っぱい、相当酸っぱい、これ総合酸っぱいね。総合酸っぱい、うわ、酸っぱい。ってことでですね、終わりだろ。検証2箱目の最後の一粒で私たち意気投合しちゃいました。バランス取れてるんですよ、やっぱり。何、なんか旅行の曲残念がってんのよ。じゃあなんか違う、あの相性はいいのはすごい嬉しいんだけど、なんか取れなくて大丈夫かなって。何、あと何を求めてんのよ、あんたは。いやいやいや、こんなんじゃ終われねえでしょ。出ました。私気にするから、そういうのシンクロ率レベルアップするべきだと思います。私らはシンクロできるぞっていうところをやっぱり見せないと終われない。失った商品なのなので考えました、私自分で選んだでしょ。なので次はお互いに相手に食べさせるのを自分で選んで相手に食べさせる。何、やめほしい。あんしてシンクロさせたいってことだね。そう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 、ちょっと久しくあんことされてねえからさ。だから私にしてもらおうという魂胆。もうなんか誰でもよくなってきて最近。ということでやっていきたいと思います。半端ないって、これ一発目でやっちゃったらすごいよね。で、そしたら本当に終わりよ。それはね、そしたら本当に終わるからね。はい、やばいな。あ、ゆきが最悪、ゆきが食べる、最悪落としたやつって。やります。うまい、剥がしてるよ。どうせ酸っぱくなかったら
ちょっとまた電話でしょ。え、酸っぱくないんだけど。あれ、あれ酸っぱさに慣れてきた。それが達也が酸っぱいの食ってたかどっちか。ないよね、そういうことだよね。あ、違う、あなたの方にあるんだわ。あ、ごまが伸びる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 。そうだ、あんたが酸っぱいじゃなかったからこっちに来ないんだ。そうだ。溶けてきてるからね、やばい。2個目の2個目やろ、うん、でも私酸っぱいの選ぼうとしてやってるよ。せーの、はい、ほんまに。いやいや、あの酸っぱさは我慢できないでしょ。匂いでも分かんない。せーの。ごめん。ここの周りがまた酸っぱいのよ。いや、全然酸っぱいのよ、ごめんなさい。逆にちょっとさ、これ酸っぱいの分かってるじゃん、うん、ちょっと我慢してみて、逆にノーリアクション酸っぱい。せーの。ノーリアクションもう、あ、私辛いの耐えるよ。こっちの方無理かもしれない。香り出る。いやー、そろそろ行きたいですね。せーの。ま、何も考えてない。これさ、冷たい方がしんどいわ。当てる気で言ってね、本当に。てかもう、私はこれを酸っぱくする。せーの。あ、当てる気で言ってる。言ってんじゃん。当てる気で言ってるよ。新しく言ってみよう。一回一回一発で当てるために。マジ、一発で当てて一番奥に立ちました。はい、行くぜー。せーの、はい。逆に顔やばいんだろうな、この顔。いった、いったいったって何。いった、すっぱい当たったってことよ。でもよかったんじゃない、この作戦にして。確かにね、それで一発目に当たると。自分で選んだ場合はさ、早めに終わったのにさ、一人で選んだ場合はちょっと長かったね。結果を言えば、セカンドストリート自分のことしか考えてないってことよ。YouTube のコメント、Twitter のフォローとインスタのフォローもよろしくお願いいたします。ということで、セカンドストリートの達也とゆきでした。ありがとうございました。わかる、なんかね、喉に来てる。来てる。でもね、面白いし、味は美味しいかな。皆さんもぜひ試してみてください。ここら辺にある動画もチェックしてください。はい、バイバーイ。またねー。